見える開花メルマガン。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。いよいよですね、高校生も、高校3年生も、中学3年生もですね、受験シーズンとなってきました。小学6年生もですね。で、緊張しない方法と、試験の最中、緊張しない方法というところの周波数、どういうふうにフォトンを飛ばしていけばいいかと。量子のレベルで何が起こってるから、だから緊張しないというところの話に入りたいと思います。 先日ですね、大学の、とある大学のですね、えー、結構強いところのですね、えー、野球部さん、皆さんにですね、150名の方にお話させていただいたんですけども、終わった後ですね、ある生徒がですね、ピッチャーの子が質問に個人的に来てくれてですね、で非常にこう熱意あってで、前向きでどんどん素敵な質問をもらったんですが、 マウンドに立って、で、ピンチの時とか、取らなきゃいけない時に、こう、緊張しちゃった時にどうすればいいですかと言うんですけども、この、やっぱりね、この究極の状態の時って、もう緊張しちゃうと。で、緊張してくるとね、頭がこう、真っ黒になったりですね、筋肉が変にこう、働いちゃって、で、どん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 、こう、やばい状況になっちゃってし、なっちゃうかもしれないんですが、やばい緊張してきた、緊張しちゃダメだめだと思うとですね、何が起こってるかっていうと、緊張しちゃダメだめだって思うと、 緊張というフォトンに対して、さらにそれはダメだっていうフォトンをかけるので、ダメっていう否定のフォトンをかけると、ますますエネルギーが落ちるんですね。振動数が下がるので、エネルギーが落ちるので、緊張しちゃダメだって思うと、ダメをかけちゃうので、緊張フォトンにダメフォトンをかけるから、余計こうエネルギー落ちてしまうと。じゃあどうしようと言ったら、緊張し始めたら、そりゃ緊張するわな。 っていう風にですね、この一言自分自身に緊張に OK をかけるんですよ。肯定する、あのプラス OK を, OK を出すと。そうすると、振動数高いエネルギーをかけるんです、スーってね、緩やかになるんですね。あとは姿勢もすごく重要で、口角を上げるとこの脳、脳がねこのあ、この人は幸せなんだっていうので、オキシトシンをこう出してくれるので、どん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 落ち着いてくるので、口角をニコッと上げてあげると。 え口,口元ですね、上げてあげるというふうにしていただいたり、あとですね、胸を張るですね。この,この胸なんですけど、ここをちょっとこう、糸で引っ張られ、こっち方向に引っ張られてるような、こう、しぼむんじゃなくて、こっち上げてあげると。そうすると、あのー、勇気が出てくるような感じになってきます。で、実際にですね、生まれつき目が見えない方に、喜びのポーズをしてくださいってやると、ねみ、多くの人がこうやって、いらっしゃーって、こう、嬉しいっていうふうに、この、 胸をこう上げる、手を上げて、胸を上げるって言うんですね。なので、緊張し始めたら、すって胸を上げて、あげて、口角を上げて、そら緊張するわなと。あとは大丈夫、大丈夫、大丈夫っていうふうにしてやっていただくことと、あと呼吸ですね、えー。鼻からゆっくり吸って、口からゆっくり吐き出すということを、ぜひね、受験の直前とか、受験の会場に向かう電車の中とかですね。あの 次の科目を待つ休憩時間とかに参考者見ることも重要なんですが、この呼吸法してあげること、あと緊張し始めたら、そら緊張するわなって、緊張に OK をかけてあげると、高い振動数を響かせてあげることをやっていっていただければと思います。で、あと、これ、うちの塾の子供たちにも言ってるんですけども、この試験の最中、例えば50分とか120分の試験時間の間に、 最初10分ぐらいでわーっとこう緊張してきて、やべえ、どうしようみたいな感じになってきて、頭真っ黒になって、次の問題も次もの問題も分かんないみたいになってくると、余計こう緊張してしまって、で50分間、120分間が無駄に終わってしまうと。でなってしまうので、10分ぐらい、最初の10分でね、緊張始まっちゃったら、 鉛筆を置きなさいと言ってるんですね。鉛筆を置いて1分間目を閉じて、鼻から吸って、7吸って、口から10吐いて、7吸って、10吐いて、7吸って、10吐いて、これで3回で51秒なんですけども、それでスーッと落ち着くんですね。そうすると1分間試験してないんですけれども、残りの、まあ、50分間のテストで10分費やしてて40分だったら、39分は頭すっきり状態ですごいいい状態で。 いくので、1分無駄にしてでも無駄じゃなくて逆にいい方向に行くので。で、えー、英語でもですね、呼吸,呼吸のことを respiration ってねあの、インスピレーションみたいなスピレーションっていうのがもう精神性なんですけどレ、インスピレーションのインを re っていうリ,リに変えるんですね、respiration っていうんですけど、 インスピレーション、リスピレーションで再び精神性を取り戻すというの語源になっているので、この呼吸をしてあげると再び精神性を取り戻すというふうになります。なので、えー、やることはですね、緊張保存に OK をかけると、緊張するわなというふうに言ってあげることと、で、二つ目が呼吸法をしてあげる。三つ目が、あのー、胸を、ね、こう上げてあげるというふうにして、皆さんがぜひ、 緊張してきた状態で、緊張しない人ってほぼいないので、えー、緊張してきた時にですね、その3つを心がけていって、ね、素晴らしい結果を出していっていただければと思います。関連動画ですね、こちらにつけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらです。では、今日も最高人生の、最高素敵な人生を歩みましょう。さよなら。